Hey there! How are you doing? It's Yumi from English Bootcamp. 皆さん、こんにちは。English Bootcamp のユミです。今日は H のリダクションについての話をしたいと思います。で、H のね、リダクションについては前にももしかしたら、どこかのビデオで説明してるかもしれないんですが、この H の音ってね、意外と、くせ者と言いますか。日本語でね、ハヒフヘホっていうふうに、H の音っていうのがあるので、英語の H の音も、それに似ているというか、ほとんど同じ音ももちろんあるんですが、英語のね、H の音ってね、落ちやすいんです。どういう時に落ちるかというと、認証代名詞、he とか、his とか、him とか、her とかね、このあたりの、H で始まる認証代名詞が、結構根こそぎ落ちます。で、日本人のね、傾向として、認証代名詞をね、ちょっとはっきり発音しすぎるっていうのがあるんですね。例えば、彼のことが好きですっていう時に、I like him みたいなね、I like him みたいな感じに、him っていうのをすごい、he って発音しちゃう。彼女が好きです。I like her みたいなね、I like her みたいになっちゃう。her になる人ってね、たまにいますが、her ではなくて、この H の音っていうのはもっとね、弱いんですね。で、どうなるかというと、もう H がね、ほぼ落ちて、him ではなくて、m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  ぐらいで、もう、ほとんど母音しかない。m、m、m。her じゃなくて、r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  っていうふうに、あるのとしかなくなっちゃうんですよ。そうすると、彼が好きですっていうときは、I like him、like him、kim、kim、kim っていうふうに、like の K の音と次の音がリエゾンします。ケム、ケム、ケム。I like him, I like him ですね。彼女が好きですだったら、I like her, like her, ker, ker, ker. I like her, like her っていうふうに、K の音でね、リエゾンしていきます。彼女のことあんまり好きじゃないわだったら、I don't like her です。I don't like her じゃなくて、I don't like her。彼があんまり好きじゃない。I don't like him。ですね。I don't like him にならないようにしてください。で、この「は」っていう H の音はここでね、この喉の「はははは」っていうね、寒い時に「ははは」ってやりますね。あんな感じで「は」って息を吐く時のここでね、摩擦を起こす音なんですね。で、日本語でもそうですけど、「はひふへほ」っていうのは結構言いにくいので、ね、江戸っ子の人が東が東になったりとかするように、意外と H の音っていうのは、フランス人もね、H の音っていうのを落としますよね。なので、H はね、落ちやすいんです。なので、I don't like him とか、I don't like her にならないように。I don't like him, I don't like her. I like him, I like her. っていうふうになります。ね、彼に電話したらっていう時も、call him ではなくて、call him now ではなくて、call him です。call him, lem, lem っていうふうに、L の音でリエゾンします。call him, call him now. just call him.、ね、電話すればってね。just call her, call her, call her ですね。just call her.、ていうふうに、音がつながってきます。意外とこれね、気がつかない方っていうのは多いので、今日ね、覚えてくださいね。じゃあ、ちょっと練習してみましょうか。彼のことが好きですってやってみましょう。I like him. I like him. じゃあ彼女にしてみますよ。I like her. I like her. じゃあ彼のことを愛してます。すごく好きにしましょう。I love him. I love him. 彼女にしましょう。I love her. I love her. 彼女のことはもう愛してないにしましょうか。I don't love her. I don't love her anymore. I don't love him. I don't love him anymore. どうでしょうか。なんか例文がちょっと微妙ですけれどもね。でもよく出てくるのでね、このね、好きとか嫌いとかね、love him とか love her にならないように気をつけてください。で、H は結構落ちるので聞こえてこないことが多いです。他にも、here っていうね、ここにっていう here っていうね、これもね、ear, ear っていうふうにね、H が落ちやすいです。
例えば、ここにおいでよっていうときね、よく、猫とか、犬とかにも、こっちにおいでってときにね、come here, come here って言います。come here ではなくて、come here, come here, come here, come here ってね、おいで、こっちおいでって言って、ペットを呼ぶとき、come here, come here ってに言います。come here ってにやると、here をすごく、なんか、he って日本語の he になってるのでね、火にならないように、come here, come here, come here ってに、ちょっと H を落とすっていうのをね、覚えておいてください。以上、今日は H のリダクションのお話でした。何か質問がありましたら、コメント欄に書いてください。Okay, see you next time. Bye!